撮影が行われたハワイ州オアフ島ロストは2004年9月から2010年5月までアメリカ合衆国の ABC で放送されていたテレビドラマ。日本では CS チャンネルアクスンが最新シーズンを独占初放送している。北米ではエミー賞ゴールデングローブ賞をはじめ各賞を受賞するなどの評価を受け社会現象ともなった。制作、監督、 脚本はテレビドラマエイリアス等を手掛けた JJA ブラムス。2004年9月に放映されたパイロット版は約16億円という破格の制作費が使われ、プロデューサーが解雇されたことも話題になった。ドラマの撮影は屋内、屋外含めほぼすべてハワイ州オアフ島で行われている。ロストの撮影フィルムは ホノルル空港経由でアメリカ本土に届けられているが、ホノルル空港係員のミスにより通常は通さない X 線検査に現像前のフィルムを通してしまい、結果フィルム画像が観光して消失し、再撮影になるというハプニングで30万ドルの被害が生じている。CM 料金はおよそ21万3000ドルであるが、2010年5月23日に放送された。 ファイナルシーズンの最終回では世界中で大ブレイクし注目の最終回であることから30秒の CM 料金をこれまでの約4倍となる90万ドルに設定した。日本では東北新社制作の日本語吹き替え版が2005年10月より CS チャンネルアクスンで日本独占で放送を開始しシーズン3はアクスン3でプライム枠で字幕版を 吹き替え版は、ダブルプライムボード枠で放送。2006年4月からは、BSI でも放送を開始したほか、地上波 t b s 系深夜枠でもシーズン1が2007年1月から4月まで、シーズン4まで放送されている。そして、2008年には、CS チャンネルアクスンでシーズン4の、日本独占初放送を行った。また、2009年3月27日より、 CS チャンネルアクスンにてシーズン1から4までの連続放送を行い、6月21日にはシーズン5の第1話を先行放送をした後に、7月26日からはシーズン5を放送した。2010年2月16日より CS チャンネルアクスンにてシーズン1から5までの連続放送がされて、同年の夏にはファイナルシーズンとなるシーズン6が放送された。 話数は日本版。2007年の第3シリーズより、米放送時間が9時から10時に変更。これは人気番組であるアメリカンアイドルとの競争を避けるため、シーズン3終了後、残りの話数は以下のように変更される旨発表されていった。メインのストーリーラインである島での日々を追いながら、登場人物の過去が随所に挿入される構成が特徴。 各エピソードごとに一人、または複数人の過去が少しずつ明かされ、各キャラクターの人物像が浮き彫りになるとともに、島で初めて会ったはずの彼らの過去のつながりが見え隠れする。なお、815便の墜落はアメリカでの初回放送日である2004年9月22日という設定になっている。墜落事故の生存者は計40名以上もいながら、 普段焦点を当てられるのはこのうち一握りの重要人物に限られており、登場人物自身がこの点をネタにしたジョークを口にすることもある。またプライムタイム TV 番組としては珍しく、宗教的なテーマが強いのも特徴で、特にキリスト教の食材、島での洗礼儀式、奇跡、受体、神と運命の存在に関する議論。 多くの聖書からの引用などが扱われた。これらのテーマはもともとキリスト教を文化基盤に置く欧米社会では一般常識の範疇である。一般にシリーズものは長期間における視聴率維持が難しいと言われる中でロストは視聴率トップ10以内を保つ。シーズン3からやや視聴率の低下となったりもしたが2010年にシーズン6まで続き終了した。 多数のキャラクターにおのの別の問題が持ち上がり、それぞれのストーリーが同時進行する多様性展開と呼ばれる連続ドラマの手法は、1970年代、ダラスに始まり、1990年代、ER 緊急救命室やツインピークス等ヒット作を生み出したが、本作もその列に並ぶ作品である。プロデューサーのことによると、映画、キャストアウェイとリアリティゲーム番組、 サバイバー、複数のストーリーが並行して進む ER スタイルのストーリーテリングをヒントに制作された。また、スティーブン・キングの小説、スタンドによる影響が大きい。スティーブン・キング自身がロストのファンであり、たびたび制作会議に関与している。シリーズ構成は、ハリー・ポッターを参考に作られ、1シーズンごとに謎が解明されるが、根本的な謎である島は、 何のために存在するのか、なぜ人がいるのかなどは、最終シーズンの最終話まで解明されない。1990年代の X ファイルを彷彿とさせる SF、オカルト的な要素を盛り込んだマニアックなストーリー構成は、アメリカでは、ロスキと呼ばれるカルト的なファンを獲得し、関連のファンクラブによるウェブサイトをはじめとする、ムーブメントを生んだ。 過去10年のアメリカのテレビ人気番組は CSI やローオーダーなどの位置は完結形式かサバイバーのようなリアリティ番組が主流でありロストのようなシリーズミステリーもののヒットは米テレビ界に影響を与えたこのため2005年以降インベージョンなどの多くのシリーズもの番組が増加したが多くはヒットせずに第1シーズンのみで打ち切りとなっているビジネス面でも 革新的な試みがなされ、ABC と Apple コンピューターの提携によりすべてのドラマが放送翌日に iPod にダウンロードできるというサービスが有料で提供された。初年だけで800万以上のダウンロードを記録し、これは、米ドラマ 24-24- 24についで、第2位。劇中に登場する485162342という数字で、 ロトクジを購入するものが日本で多数発生した。2012年9月6日抽選の第691回ロト6では本数字が040708151642となり、2等当選が3470口も出た。そのため二等賞金は3等賞金33万8700円より低い5万7100円となった。 シドニー発ロサンゼルス行きオーシャニック815便のボーイング777の200型機が南太平洋の島に墜落。48人の生存者は救助隊が来ると楽観視しているが夜になると怪奇現象が起き怯えるものも少なくなかった。ジャングルには北極熊が生息するなど不可思議なことが多い。 生存者には優秀な外界として皆う助けヒーローとなり、リーダーともなったジャック、殺人犯として護送中のケイト、詐欺師でトラブルメーカーのソーヤー、引き取ったばかりの息子をオルトとの関係がうまくいかず、島からの脱出を絶望するマイケル、父親に騙され、腎臓を取られた上、下半身不随にまでなったが墜落後なぜか、健常体となり、サバイバル能力を発揮する。 ロック、元イラク軍人で通信に詳しいサイード、ロックについていく、ブーン、韓国人夫婦の人とさん、等がいた。ロックとブーンはイノシシを借りつつ、冒険をしているうちに謎のハッチを発見するが、どうしても開けられない。樹上に格座している、総発小型飛行機も発見したが、内部捜索中に機体が地表に落下しブーンは死亡した。一方、 サイードはソーヤーを拷問した自責の念から島を一周する単独港に出るが、ジャングル内で16年前に遭難したフランス人女性ダニエル・ルソーに遭遇する。ある日、島の奥地から黒煙が上がるのを皆で目撃すると、ルソーが他の者たちがやってくると警告する。その他の者たちから逃れる方法として、ハッチの中に身を隠すことを考えた一同は、 黒い岩の場所からダイナマイトを持ってきて爆破し、ハッチを開けることに成功する。しかし、思った以上にそこが深く井戸のようになっているため中に入ることができない。中に入ることをためらうジャックとハッチの内部に異常なまでの好奇心を見せるロックが対立することになるが、一番島を出たがっているマイケルは、イカダを作り脱出を試みる。4人しかイカダに乗れないことから誰がイカダに乗るのか、 揉めることになるが、最終的にはマイケル、息子のウォルト、ソウや、ジンの4人が乗船する。そして執行に成功するが、小型章海戦に乗った謎の集団の襲撃を受ける。ウォルトは連れ去られ、イカダは爆破されてしまった。島で見つけた謎のハッチを、ジャックたちはついに開いた。明かりが底部に届きはするものの、かなり深い縦穴であった。 まだ行動すべきでないと主張するジャックと、すぐにハッチの中に入ってみるべきだと主張するロック、そして数字への恐れからもともとハッチを開けることに猛反対していたハーリーは対立する。また、はしごが老朽化しており、降りるにはロープが必要だった。結局、ケイトが先行して、ハッチ内を偵察に降りていく。ついで、ハッチの中へ消えてしまったケイトを追うために、 ロックはハッチの中へと潜入。二人がハッチの中に入ったと知った、ジャックも中へと入っていく。ジャックはハッチの中で無人島では本来考えられないような光景を目にする。ハッチを降りるとそこは住居になっており、音楽が流れ、保存食料、謎のコンピュータ、入浴施設等が揃っていた。そしてジャックはロックを見つけるが、彼に銃を突きつける。 男の顔を見て、さらにジャックは驚愕する。その男の名は、デズモンドといい、かつてあったことのある顔見知りだった。彼は108分ごとに、謎のコンピュータにある数字を入力しているという、イカダでの脱出に失敗したマイケル、ソウヤ、ジンの3人。しかし、たどり着いた海岸で、後部座席で生き残った人々に出会う。ところが、彼らは、飛行機の墜落事故直後から、 子供をはじめとする仲間を他の者たちに次々と拉致、または殺害され、人間不信に陥っていた。三人に案内され、後部座席の人たちは分裂した815便の全部座席のキャンプに向かうのであった。ジャックたちは他の者たちであろう一人の男を捕まえることに成功する。その男は何日も監禁され、嘘を言っている様子はなかった。しかし、 サイードたちが彼が嘘をついているという証拠を見つけ、ジャックたちが他の者たちと人質の取引をしようとしたところにマイケルが現れる。彼によれば息子を取り返すため相手の基地まで見つけたが、人数が多く一人では助けられない、だから手伝ってほしいということだった。しかしすでにマイケルは人質に取られた息子を、 取引材料として脅されており、他の者たちの手先になってしまっているのだった。815便の墜落は事故ではなかったのか島で起こる不審な出来事は誰の仕業なのか一体その目的は何なのかこの島で起こる全てのことに意味があるのか生存者たちは島に潜むさらなる謎へと挑戦するのであった。 ハッチのコンピュータに数字を入力し続けることを無意味だと考えたロックは再開したデズモンドと共にハッチを封鎖し数字を入力しないまま108分を経過させるそれこそが破滅の時であると気づかずにジャックが目覚めると彼は大きな空の水槽の中に閉じ込められていたジャックは他の者たちに捕まっていたのだ水槽の中で暴れるジャックの前にジュリエットという 女性が現れる。ケイトとソーヤーも、それぞれシャワー室と屋外の檻の中で目を覚ます。三人の囚われた者たちは、他の者たちの実態に触れながら、仲間のキャンプに戻ろうと試みる。ケイトたちはジャックを助けに赴くが、彼は他の者たちと友好的な様子だった。彼は、翌日に島から解放され、救助を呼んでくる予定であった。しかし、一緒に、 ジャックを救出に来ていたロックが潜水艇を爆破。ジャックたちはジュリエットを連れ、キャンプ地に帰ることになる。しかし、皆は他の者たちと長い時間ともに過ごしたジャックに疑いを持ち始める。島にパラシュートで着陸した女性、ナオミの出現で、島の近くに貨物船が来ていることを知った生存者たち。衛星電話で貨物船と連絡を取るため、 ルソーの救難メッセージを止めに、ラジオ島へと向かう。ルッキンググラス基地の妨害電波を止め、衛星電話で貨物船との接触に成功、ついに島に救助が来ることになったが、それを、ベンは終わりの始まりだと警告する。衛星電話が通じた直後の島。ルッキンググラス基地から生還したデズモンドが、生存者たちに貨物船はペニーが雇った。 創作隊のものではないことを伝える。生き残った人々は何が何でも島から脱出すると決めたジャックたちと不審な貨物船を受け入れるなと主張するベンやロックのどちらにつくか生き残るための選択をする。未来の精神病院ではそこにいるはずのない男がハーリーに忠告にやってくる。島に近づいてくる一機のヘリコプターから貨物船の乗組員である男が降り立った。 島へやってきた彼らの真の目的は何なのか未来の世界で島を脱出できたのは誰なのか正しい判断をしたのは果たして2杯のどちらなのか衛星電話が通じたあの後、島で何があったのか貨物船の派遣主がチャールズ・ウィドモアだと知るべん。二人の島をめぐる因縁の戦いに巻き込まれた生存者や貨物船の研究者チームは島が攻撃される前に 貨物船へと移動を始めるが、貨物船では大量の C4 爆弾が作動し始めていた。ヘリコプターに乗った者たちの目の前で、貨物船が爆破。島に戻ろうとする彼らの目の前で、島が忽然と姿を消す。それは、ジェイコブの伝言を聞き、他の者たちをロックに託した、ベンの行動によるものだった。ヘリコプターに乗った者たちは海に着水し、 ある船と出会う。事故の生存者として故郷に帰還した彼らは、オーシャニック6と呼ばれることになる。生還から3年が経った2008年。ジャックとベンは葬儀者にいた。ベンは、ロックの遺体と他の脱出者たちも揃わないと島に戻れないと話す。君が島を脱出したから、こうなったんだというベンの言葉に、脱出後、嘘をつき続け、島に戻ることを否定してきた。 ジャックの心は揺さぶられる。そして島に残された、ソーヤーたちを襲った事態の攻めを追う者、ジャックはその他のオーシャニック6を呼び戻すことになる。3年前、2005年。島に残された者は、先行に包まれ時間移動を繰り返した後、1974年に取り残されてしまう。そこは、ダーマイニシアティブが島に入植している時代だった。島を出た者は、 それぞれの理由で島に戻るため、アジラ航空316便に登場し、島との関係を再開する。その二組を繋いだのは、島を救う使命を託され、島を出た、ジョン・ロックだった。そこには、ベンの姿もあった。アジラ航空316便の中で先行に包まれ、気づくと1977年の島へと来ていた、ジャックたちは、島で、 ダーマ職員として3年間過ごしていたソーヤーたちと合流。カズとは、ぐれていたサインードの行動により、ソーヤーたちの生活は脅かされる。一方、316便とともに2007年の島に墜落した生存者たちの前には、乗客名簿にいない男ジョンロックが現れる。再び島に墜落したことにより突如生き返ったロックは、ベンを引き連れジェイコブのもとへと向かう。 1977年、815便の墜落と、それに続く今までの悲劇のきっかけとなる事故が起こる、はずの運命の午後、ジャックたちは、島の未来と自分たちの過去を変えるため、建設中の基地の爆破を試みる。2007年、ジェイコブの元へ行ったロックの帰りを待つリチャード屋さんは、あるものを見せられ、衝撃の事実に直面する。2004年9月22日、 オーシャニック815便はロサンゼルス国際空港に到着。乗客たちは島に墜落することなく、それぞれの目的地へ向かおうとしていた。ファラデーの解いた変数が働いたのか。そこは未知の時間軸、ラックスだった。一方、スワン基地の建設現場で行動を起こしたジャックたちは、1977年から2008年の島へと回帰し、 島にたどり着いた後の時間肉が継続していた。イラーナからロックの死体を見せられた他の者たちは、これまで新しいリーダーとして皆を先導していたロックが偽物だと知る。ジェイコブと長きに渡り戦ってきた、その人物イコール黒服の男は、徐々に正体を表しながら決着をつけようと動き出す。ジェイコブと黒服の男の戦いに、 ジェイコブの後継者候補として巻き込まれていたと知る、ジャックたち。ソーヤーは、島との因縁を断ち切ろうと、急いで脱出を試みる。ジャックは、再び島にやってきた、デズモンドこそが、戦いを終わらせる鍵だと信じ、ジェイコブの後継者として、黒服の男に挑む。もう一つの世界でも、デズモンドの導きを受け、ジャックたちは何かを感じ始める。謎の島で起こる物語、 それぞれの運命がいよいよ終幕を迎える。オーシャニック便の乗客、他の者たち、貨物船カハナボウの乗組員など様々な勢力が登場する。その他にも多くの人物が島にまつわる物語に関わっている。本作のサウンドトラックはメダルオブオナーなどのゲーム音楽で有名なマイケル、ジアッキーノが手掛けている。DVD のパッケージは 各シーズンのテーマを表す色になっている。竹処房文庫から小説が出版されている。竹処房文庫で、絶滅危惧種、隠された、事故、運命の刑事、バットツインというスピンオフ小説が出ている。絶滅危惧種、隠された、事故、運命の刑事は、テレビドラマでは描かれていない百十五便生存者に焦点を当てた物語で、バットツインは百十五便登場者の一人。 ゲイリー・トループが書いた小説である。注意、受賞したものは、ノミネート項目に未記載。エミー賞、ゴールデングローブ賞、全米映画俳優組合賞、PGA 賞、全米脚本家組合賞、エミー賞、ゴールデングローブ賞。ありがとうございます。